井県立病院 ER 自称時間外診療所の林博之です。今日のお題は胃腸炎ですね。よくあるコモンディジーズです。コモンディジーズであるからこそ胃腸炎を清く正しく美しく治療できるようになりましょう。ありがとうございます。大事に大事に。最近吐き下しの患者さんが多いですよね。手洗いちゃんとしないといけませんね。次の患者さん入ってもらいますね。はい、入ってください。先生どうもこんにちは。こんにちは。下痢がひどくてダメなんですよ。もう10回以上トイレに行ってるんですよね。はいはい、下痢プラスってことですね。今吐き下しが流行ってますから、まあ元気そうじゃないですか。どう見ても辛そうじゃないですか。最近の若者は根性ないっすからね。いや、そう言わず点滴してくださいよ。吐きましたか。いえ、あのね、点滴なんて飲めればいらないんだから、何でも点滴しなくていいんですよ。ところでバイタルは？血圧120-90、脈110、体温39度です。こう熱も結構高くて辛いんですよ。熱はあった方がいいんですよ。ところで何か変わったものを食べませんでしたか？いや、変わったものは食べてないです。昨日しめ鯖かイカ食べてませんか？あ、イカは食べました。そうだったんですか。それはアニサキスっていう寄生虫の仕業ですよ。胃カメラをすると取れますよ。煮つけたイカにもそんな虫がいるんですか？先生、煮てしまったらアニサキスも死んじゃうんじゃないですか？ぐぐ、やっぱり胃腸炎ですね。家族で同じ症状の人はいませんか？いえ、いません。じゃあまあ整腸剤で様子を見るってとこで手打ちませんかね。結構お腹も痛いんですけど。お腹も結構痛いってそれ話が違うじゃないですか。いや先生、だって聞かなかったから。下痢止め、あれももらいたいんですけど。下痢止めはたくさんありますから、いつでもどっさり出してあげますよ。まとりあえず診察をしましょう。どうもおかしいな。ま、点滴でもして検査もしておきましょう。はい、患者よろしくお願いします。コンサルトお願いします。あ、いいですよ。いや、27歳の胃腸炎の患者さんなんですけど、整腸剤で返していいと思うんですけど、点滴希望なんでついでに採血もしておきました。その胃腸炎という診断の根拠は何ですか？頻回に下痢してますし。それはウイルス性ですか細菌性ですか？今ウイルス性胃腸炎が流行ってるんでウイルス性かと。ああ、疫学的に考えるのはすごくいいことだよね。でも症状は一致しますかね。は？便の正常はどうですか？下痢プラスです。頻回です。だから正常は？ちょっと便の正常は詳しく聞いてません。ウイルス性の、ね、胃腸炎という場合には嘔気、嘔吐、水溶下痢、この3拍子が揃わないといけないんだよ。吐き気はないって言ってました。吐き気ないんですか？ちょっと症状合いませんよね。ちょっと見逃しては怖い大腸型の細菌性の腸炎だったらどんな症状出ますか？血便とか高熱とか。ああ、いいですね。細菌性の腸炎という場合には血便、高熱、激しい腹痛、それからしぶり腹って、これがチェックポイントだよね。でも昨日大したもの食べてないって言ってましたけど。細菌性の腸炎の場合は食事に関しては潜伏期が結構長いんですよね。ですから昨日の聞いてもしょうがなくて2日から7日前まで遡らないといけないんですよ。ですから患者さんあんまり覚えてないこと多いですよね。まあ、とにかく患者さん見に行きましょう。はい、行きましょう。